嘘だろ。いやわかんねえ、アルマ君信じたいけど投票で勝とうとしてるこいつ、まあ、ここでボタン押すよりセリフきた。誰もボタンをさ、あら、はい、どこだこれ。結構白出せるぞ多分。影丸さんってメインフォール沸いてなかったっけ。メインフォール沸いてたと僕がシャワー入って、影丸さん左行かなかったっけ。で竹尾さん上行ったよね。上行きましたです。はい、以上です。わかんない。メイン脇ってことですか。メイン脇だと思う。キッチン脇が死ぬほどいたんですよね。アルマザチキンアメネコスナパイ、そんなもんか。あれ藤宮、藤宮みなみ風の移動をすごい知りたい。金庫からミーティング行ったとき停電になったんで、リフト右行って処方さんが直してたんで、最後アーカイブからシャワー入ったとこっす。宿舎で金庫でタスクをやってます。でスナパイ最終エンジン上まで来てるけど見てないよ、影丸さんは。うん、同じく俺はエンジン脇でエンジンの左上の配線をやって、でリングフィットアドベンチャーやって、そのまま右下入って武器庫通ってキッチンまで行ったけど見てないよ。じゃあ可能性があるとしたら、コックピットで死んでる場合がアルトさんで、金庫室で死んでる場合がミナミマンで、上で死んでる場合がタキオさんで、昇降機左で死んでる場合が藤宮さんぐらい。あれこれボタンでしたっけ。ボタンで、ミナミマンのボタンで、ごめんなさいボタンか、すみません。僕が宿舎、金庫から出るときに確かミナミマンがなんか宿舎のダウンロードらへんにいたんで、はい、うん、いた。ミナミマンは金庫では難しいと思いますけど。いや、うん、そっから下下がってキルシに行った可能性があるから。あ、まあそうそう、なんか金庫というか、まあ、いやそこ俺最後そこ通ってだから南は厳しい。最後エンジンちょい上ぐらいまで。でも南は無理じゃない。うん、金庫の中まで行けてないんだったら無理だってことだよね。すれ違ってないんだったら。でもまあ、なんかメインから行ってて、一応クルー志向としてメイン脇して金庫に一直線で行くっていうムーブがほぼないと思うから、どういうタスク状況だったらそうなるんだろうみたいな。メインで湧いてボタンを押しに行ってる最中に停電したから、じゃあ金庫のタスクやろうぐらいしかないよね。え、ね、待って、ショボスケさんって出た。メイン脇。え、僕メイン脇で停電直してます。はい。証拠機右で。え、停電直したの座敷です。あ、もう停電の前まで行ったら直った。ああ、ね。ナイスナイス。結局さっきのキルって、タケオさんかアルトさんか俺か。スナパイさんか、はいはい、うん、え、最初メインから左に行くのを見たんでしたっけ、竹尾さんと翔子さんは。だと思うんだけど、うん、うん、そう、左側の方に行った、ちょっとさ、右には来てなくて、竹尾さんが上に来てないって言うんだったら、左しかないですね。湧いてたとは思うんで、竹尾さんと翔子さんってどっち行ってんの、右？僕が右、竹尾さんが上のシャワーの方、あの家の、あの部屋のシャワーの方ですね。え、てかさ、アルトさんより前にスナパイさんがいるから、アルトさんって無理なんじゃないですか、うん、違うの。え、なんかわかんないけど、その僕が武器庫にダウンロードする前に、スナパイさん抜けた後、アルトさん抜けてる印象だったんですけど。ね、うん、僕、武器庫で一回銃閉まってるんだよね。ああ、それは見てます、それは見てます。うん、で、その後、誰かが出ていくのは見ていて、僕は武器庫に入った時に多分アルマ君かな、いたのは。あ、そうです、僕ダウンロードのとこにいました。うん、あ、じゃあアルマ君の発言と統合するならば、無理ってことね。でもタクヤさんって女性タスクしてるんですね。しないです。最終最後は見てないです。そのスナパイさんもアルトさんも最終最後の 3,4 秒から5、6秒くらいはダウンロードしてるの見てない。うん、俺アルマ君がダウンロードしてるのを尻目に武器庫出た。僕多分キッチンでバーガータスクをやるときに誰か一人キッチンいなかったかな。あれ？あ、最後ダチキンがいます。キヤさんは即ボタンに向かってるってことですか。そうそうそう。うん、で多分ね、僕影丸さんよりも前を走ってたと思うんだよね。影丸さんを初で湧いたのは見て、うん、なんか。ショボスケさんが上行ったような気がして、影丸さんがなんか僕の後をついてきたような気がするんだけど、ちょっとどこまでついてきたのか分かってないんだよね。うん、でもだとするとスナパイが切れるタイミングの時にエンジンに留まってるわけないよね。竹尾さんの後ろついてきてるイメージなんだ。わかんない。エンジンでタスクしてる時は。だからメインで湧いてるから。タスクって2個しかないかな。最初だったら配線かダウンロード。配線は全然。あ、ベント掃除。のしかダウンロードでしょうけど。まあくらいしかないですね、最初だったら。ちゃんとここで死ぬよって言ってから死んでくれないと困るんだよな。じゃあ影丸さんのせいです。じゃあ影丸さんが悪いってことで。しゃあないな、影丸さん。うん。反省してください。めちゃくちゃ笑えるダジャレ考えておいてください。理解行った時に爆笑できるような。左側
ちょっと早めにアップロードしとくか。ここ死に場所だからな。はい、行きます。死体なし。怖い、タケオ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 怖い。いや、俺の方が早かったって。え？同時に。嘘だろ。嘘だろこれ。笑っちまうぞこれ。マジで？おもろすぎる。4死体出てるよ。めちゃくちゃだなこんなの。竹雄さんのレポートでしたよね今。竹雄さんのレポートだったね。ただ僕エンジンでしょぼさんの死体を見てレポートしたんで、エンジンに2つ死体あります。だからまあアルマスナパイが白白取るならアルトアンビネコになりますけど。これってか、いや、あれ僕最後、いや僕最後アーカイブいるんですよ。待って、いや見たけど、ていうかアルマくん、俺たち以外全員人外の可能性があるぞ。いやあるな。そうそう、だからまあインポスター落としたいな。視点は、まあ、アルマびっくりした。面白すぎる。もういいんだよね、アルマさんとスナッパイさん隔週でいいんだよね。絶対無理。うん、なんなら60なら僕視点は正直アルタメネコにいろ。すげえ。エンジンに2体あるんだよね。エンジンに2体あります。だから小見さんを直した人は誰ですか？アルマさんもあっち。小見さんも僕が直しました。僕らは右側にいます。アルマさん。僕が直しました。小見さんは。うんうん。ね、確かに、ね、南は、ね、シャワーからメイン入ってきたと思うよ。アルマの価値あるよ全然。だから、うん、多分その2体は、ね、南ワンだと思うんだけど、アメネコさんがそこ通ってないと南ワンを見てないとおかしいと思うから。いやそう見てない。あるよね。エンジンの2体はショボスケ竹雄。後ろになってる。レポートが竹雄さんで。てかレポートが竹雄さんで、僕がアーカイブインだから僕じゃないでしょ今日釣るのは。そもそも。いやそもそもアルマスナパイが二郎じゃない限りは僕視点はアルタメネコの二郎になるんです。あ、てかアルマスナパイないです。竹雄さんのレポートでアルマスナパイがアーカイブにいるの見てるので、はい、そもそも今日は藤見アルトの2択ですね。うん、アルマさんこれ初手アルトさんじゃないやっぱり。まあアルトさんは入れたいかな、初手の容疑的にも。はあ、びっくりした。なんで4死んでんだ。ジャッカルも殺してるけど、ネアもいない、シェリフいないっすよね。もうシェリフ自爆した説あるか。俺違う。あ、まあでもこのシェリフ自爆するか。おっと、どうしたんか。ショボスケさん、これやばいよ。これやばいね。え、なんかエンジン行ったら2人死んでたんだけど。奇跡起きたよね、これ多分ね。これすごい。いや、ガチで奇跡起きてる、本当に。何、何、どうなったの。いや、だから僕が、まあいや。めちゃくちゃに足引っ張ってる、これ。これタスクってどうなってます。僕結構、もう。あと貨物とミーティングとアップロードですけど、あ、全然か。いや、アルマクなんでそんなタスク早いの、マジですごい、ね。あ、僕、いや、このターンはずっとタスクしてました。スナパイさん後ろについていってくれてましたけど、僕はほとんどできてなかった。僕もタスクやってるんだけどな。いや、視点でありますね、やっぱり二郎がないから。うん、そうですね。あ、アメネコさん、ね、僕視点はアメネコさん確定ですね。タスク無理なら決め打ちたいですけど。あ、ちなみにタスクは全然無理です、ごめんなさい。僕も無理。あ、僕の白要素としてはバイタル見てから死体発見で死体の位置を2つ特定しているっていう、まあ僕してるんですけど、ショボさんは、うん、ただ別にどっち釣っても終わんないまであるんだよな。あー、ジャッカル残りか。あー、てかそうか、クルー巻き、まあ、ジャッカル考える必要ないと思うよ。もうあれね、違うね、これあのね、ここでインポスターアルトさんがインポスターで、もう相方のインポスターを落とせば、リアクターがなるしかインポスターが勝ち筋がなくなるから、
ボタン押せる可能性がワンチャン出てくるじゃない、うん、あだからそうだからあの考えずにインポスター落とせばいいんだよってことを言ってる僕は。ごめんごめん、なんかすれ違いだったらあれだけど、ジャッカルを気にする必要がそもそもなくて、インポスターを落とせばいいだけだよ。あれ違う、ね、配置しよう、アルマ君。ボタンとコミュサボとリアクターを配置しなきゃいけない、俺たち2人だけで。僕エンジンだ辺に湧きます。で、リアクターが鳴ったらリアクター直して、これどうなんだ、コミュサボが鳴った、マジで誰か間に、まあ、アルマスの前にジャッカルがいるパターンあるんですよね、一応。いや、キル取れないから無理。それだとインコ2人が2キルずつしてないとダメです。それもまあ一応あるんじゃない。そんな可能性あんのか。まああるっちゃあるけど。いや、おもろすぎる。いや、まあ別にそれは今考えない。それ追い始めたらもう多分勝てない。そう、その通り。だからまあ多分終わると思いますよ、僕は。インポスターするゲーム。じゃあ俺アーカイブに湧くわ。じゃあ僕左側に湧きます。あ、決めて、どっちでもいいから。どっちにする？アルマくん分かんねえ、俺は。僕知る要素本当にないから今回申し訳ない。アルマ隠し撮りだって。ジュニアがセーフするかなとは思っちゃうけどな。そうだよね、あの状況を作ったから。インポスターのじゃないよね、あっても。アメリコさんにしようか。アメリコさんに入れます。いやーすまん。申し訳ないわ。うわー勝てるんだ、すげえ。知る要素今回ゼロだったんで。え、ガチですげえ。うわ勝った。すごすぎる。インポスターが2キル2キルでジャッカル残り、アルマスナパイン。いやいやいや、内緒。あっくん、あるんすよ。うひょー、あっくん、え、あっくん、神回だわこれマジで。リアクター、リアクター直します。リアクターマッチある、リアクターマッチある。あっくんさん、インポスターなんやけどさ。はい、え、僕インポスターです。あの俺と竹尾さんなんで。あのね、僕あの後で説明するわ、全員その他説明するわ。なになに、分かった。え、相打ちしたもしかして。そう、あ、やっぱそういうことか。相打ちな、なるほどね、相打ちかなら説明つくな。あ、投票で勝とうとしてる。ジャッカル、ジャッカルか分かんない。多分、まあ、リアクターなったからジャッカルっすよね、残って。いや、分かんねえ。アルマくん、信じたいけど。投票で勝とうとしてる、こいつ。まあ、ここでボタン押す利益ないと思うんで、スナパイさんかな、僕してる。僕は今、左入力してボタン押しました。うん、多分、スナパイさんが直してると思います。僕、右直してる。うん。あのね、ショッキング。いや、アルトアメネコ、インポスターで、スナパイさんがジャッカルだと思ってます。ジャッカルだからこそ、え、フジミヤさんって絶対スナッパイ？絶対ではないですけど、ボタンさんとスナッパイさんって一緒にタスクやってたんですか？なんかタスクは、いや、もうずっと一緒にいた。もう 100% スナッパイさんタスク終わってるんですか？僕は、いや、スナッパイさんね、ついてきてる印象だったから全然タスクはやってる印象なかったから、配線くらいかな、シャワー。いや、まあ、もうキルが入っちゃうから釣りガチャ絶対無理。でもな、うん、だからまあタスクをやってると主張してる方がまあ村のぽく見えてますけど、僕はごめんね、個人的な意見なんだけど、リアクター鳴らしてったじゃない、はい、リアクター鳴らすってことは、はい、インポスターがそれしか勝ち筋がないように見せかけているように見えるから、インポスターが残ってるように感じてるんだよね。インポスターが残ったらボタンギリギリでサボ鳴らして勝ち確だと思いますけど。いや、まあそれもそうだよな。でも今回俺とアルマ君間違えてエンジンに置いちゃってるから、俺がね。あ、そう、僕はもう左側は食って言ってたんで、エンジン来たらキカッツポーズしながらエンジンに置いてました。キッチン宿舎貨物で間違えてエンジン、あ、違う違う、キッチンエンジン貨物でエンジン湧いちゃったんだよ。あー、どうしたらいいかな。まあ、その可能性はなくもないですけど、ボタン押してるからな。まあ、まあ、もう人間すぎるから。表推理だったら藤宮の、表だったら僕をクルー置きしてアメネコさん釣ってる時点で。いや、クルー置きはしてないです。あの、さっき最初に言った通り、アルマスナッパイ、クルーの三重解説はマジである。いや、まあ、ちょっとこれはシリフが自爆してる説ということで、まあちょっときついっすね、そもそもクルージーエは。藤脈だと思う。僕じゃないです。まあまあ、ちょっと下発揮もできなかった。いやー、レアけだけどおもろかったな、これは。すげえ。よっしゃー、いやー、グッドゲーやばすぎた、マジで。この試合はやばい。さすがにこれは僕と藤宮くんはムラムラで殴り合うって。アメナコさん、ムラか。あの、何が起きたか、あの、この、あ、僕のクリップがあるんで、これ見ていただければわかるんですけど、あの、同士打ちしてますね。同時打ち、同時にキルしちゃった。あれ、そのね、思考がないとね、これは導けないですね。じゃあキルが両方同時に発生したことで、インポスター VS シェリフが相打ちしました。そう、あの、エンジンでエンジンで1キルじゃあコックピットで1キル、アルトさんがキルして、そう、あ、そうですね。で、竹尾さんと僕が、竹尾さん怪しいや、キルしちゃろうと思った時に竹尾さんも僕のことをキルして、うん、
でそこに南マンが来たんだけど、南マンは死体を見つけられずにアルトさんにキルされてましたね。そう、開けたら死体終えるわけがないな。無理だよ。これはなんかそれがの生じるってことわかんないとちょっと終えないね。そうね、あのだから今後に対して大事なやつですね。そうですね、マジでレアケースだから起こりうるやつだ。すぐにレポートしといたのか。あれでもアルマさんってキルしてたんですよね。いや1キルもしてない、1キルもしてない、1キルもしてないのにクルーが全身出た。いやめっちゃ面白いのは、処方さん視点やられたモーションになってんのに、そのやられたモーションが開けたら、そう目の前に死んでる竹をいるのめちゃくちゃ面白すぎるでしょ。これ殺されてるの、殺した後に殺されてるから、ね、なんでって。インポスターとジャッカルが同じ数になっちゃったら殺し合いってことですよね。そう、あ、そうです、そうです、そうです。はい、ちょっとそれだけ怖かったんでボタン押しました。だよね。うん、富士宮がインポスターだったらちょっとそれだけ怖かった。ああ、なるほどね。ああ、そうだね。俺がインポスターだったらあの死体にはならないから。それはわかりますね。それだけ怖くてもボタン押しちゃいました。なんだよ、うちって。これがまたアマンガスあるあるですからね。ちなみにこれ初手キルはどっちだったんですか。あ、僕ですね。あー、アルトさんの方か。コックピットの中でぶち殺してる。そう、僕、武雄さんだと思ったんですよ、初手キルが。上で、武雄さんが追いかけてきたから死ぬと思って撃ったんですよね。ごめんね、武雄さん。やばい、面白かったね。いや、面白かった。いや、マジで面白かった。逆に黒くなってしまった武雄さんが。神試合だわ。いや、めちゃくちゃいいし。いや、あれでも、あれ素のリアクションだったから演技とかじゃなくて、自分が一番びっくりしたのが、え、俺1キルもしてないよっていうリアクション。4人死んでるもん、ね。いや、でもこれあれですよ、やっぱモッドじゃないとできない試合でしたね、本当にこれはね。そうですね、よかった。